バナナマンさんのなんか行きつけみたいに聞いて、肉野菜炒めが有名みたいな。何に使うものですか？肉にこう、なんか麻婆、麻婆を、麻婆豆腐とか、麻婆茄子とか、麻婆春雨とか、そうですか、いろいろ。餃子のあんはどういうものが入ってるんですか？普通に一般的にニラとネギとか、キャベツ、調味料はまあ一般的なものを入れてますけど、唯一入ってないのがニンニクぐらいです。通常のやつよりは餃子の皮は大きいのかな。そうですね、
自己吃的吗？那碗好啊，哎，那碗自己，那个自己吃啊？没有，刚才拿的是我。こちらのお店でなんか人気なメニューとかよく出るメニューだとどの辺なんですか？肉野菜炒めとか、数としては一番出ますね。あとはやっぱりチャーハンと餃子ですね。麺類だと、まあ、もやしそばっていう、それが一番出ます。餃子の特徴とかこだわりみたいなものってサラリーマンの方とかやっぱ多いので、基本的にはニンニクっていうものは使わないんで、どうしてもニラっていうのは味の部分で必要にはなってくるんですけど、まあニンニク基本使わないようにしております。じゃあお昼でも結構気にせずに食べれる？そうですね、皮をちょっと大きめになってるので、まあ、ボリュームは多少あるかな。なるほど。大丈夫です。
はい、どうぞ。ありがとうございます。コロナの感染かなり増えてますけれども、ちょっと飲む人が減ったなっていうか、お食事だけつけとかっていう方はいらっしゃるんですけど、まあ、深夜帯ですから、ちょっと人が少なくなったかなと。土曜日と祝日はバナナマンさんのファンの方とか、あとはちょっとテレビ見てきてくださったお客様とかがお休みの時に、まあ、ちょっと遠方から来ていただいたりとか。バナナマンのお二人っていつもどういうメニューを頼むんですか？お昼にいらっしゃる時とかはラーメンとかが多いですね。まあ、やっぱり肉野菜全身丼なので、それを聞いて来てくださる方はやっぱその注文がすごい多くなってなるほど、はい。Thank you.
ホイコーローエビマヨサウルスイッチをお願いします。はい、アボ麻婆面两个。いや初めて来て、今日バナナマンさんのなんか行きつけみたいに聞いて行ってみようみたいな。ちなみに今日何を召し上がったんですか？今日は肉野菜炒めと餃子です。肉野菜炒めなんかあっさりしてなんか食べやすい感じの、餃子もすごい具がいっぱい入ってて食べ応えありました。肉野菜炒めが有名みたいなのを聞いたんで、それで頼みましたね。美味しかったです。川田さん、これからも頑張ってください。そうですね、使ってるものほとんど全部上がっちゃってるので、一番中華の油使うんですけども、油どうしても上がっちゃうので、どんどん上がってるので、それが多分一番大きいかもしれないですけど、まあ、今は原材料上がってるんですけど、できるだけ値上げしないようにはしてるんですけど、どうしてもお客さんもどんどん負担になっていっちゃうので、できるだけギリギリまでは、もうしょうがないんですよ。Thank you.
すいません。はい、餃子1枚はい、どうぞ。営業時間って何時から何時まで？平日は朝の5時まで、金曜土曜は6時まで。深夜の時間もお客様いらっしゃるんですか？そうですね、割とあの終電なくなってからのお客様が見えた。人気のメニューとかよく出るメニューだとどういうものが？そうです、やっぱシンプルな醤油ラーメンが一番、餃子も結構出ますよ。新しいメニューを出したりとかもされてるんですか？そうですね、まあ、夏場限定なんですけど、冷やし担々のつけ麺とか冷やし中華。コロナの影響って感じますか？はい、ありますね。昼も夜もちょっとやっぱり落ちてる感じがしますね。冷やし担々麺、ラーメン、餃子。はい。
ラーメンとか餃子って赤坂のお店とはまた違いますね。麺なんかもやっぱりうちのスープに合わせて全部出ますので、スープ自体も全部違います、ね、餃子も中身のあんこがあれば違いますよね、うん、ちょっと野菜多めで食感をよくよくしてるみたいな、多い時はもう70とか80皿ぐらい、うん、はい、使いができるんですか。そうですね、できるようにしたんですよ。前はあの丼持ってきてもらって、うん、それでこうお手軽に、あ、そういうのもできたんですか。できたんですよ。まあ用もできますけどそうするとあのやっぱお一人で来られると2個ぐらいしか持てないんですよね。今でもお店に自分の丼を持ってきて、はい、作ってもらうってことができるんですか。できます。はい、すごいな、はい、周りであのバーやってる方がたまに丼持ってきてラーメン2個ちょうだいみたいな夜中までやってると大変だった思いとかないですか。ありますねそうなんですね。いっぱいあります。あ、いっぱいなんですねそうですね、やっぱりね、だいぶ酒回ってるお客さんですからね、例えばもう寝ちゃったりとか。ちなみにお休みの日とかはどうされてるんですか。ほぼ寝てますね。普段の疲れが特に金曜土曜は忙しいじゃないですか。じゃあその疲れが一番日曜日に来てるんです。そうですね、我々なんか特に仕事終わるのが朝方ですから、ね、うん、その後飲みに行くってわけにはいかないし。気をつけてることとか意識してることみたいなことありますか。なるべくお客様のニーズに合わせるようにはしてます。例えばお酒をもうちょっと種類増やしてくれとか、狭いからもうビールサーバーとかね、あのグラスなんかも置けないんですけど、やっぱり缶が一番ね。なんかこれだけこう席が近いと別のお客さん同士で、はいはいはい、なんかこうお酒飲んでるお客さんなんかよく隣同士で並んでお茶できたりとかねありますね。やっぱ飲食店ってそういう出会いもなんかいいですよね。前はしょっちゅう通ってるんだけどなかなか入れなかった。今日は勇気出して来てみましたお客さんがいらっしゃいます。一度入ってしまえば全然、ね、あの居心地いいですよね、
肉野菜、ピーマン、キュウリ、今後あ、太陽やな、まあ、やな、Thank you.
このままでも十分味がしっかり。そうですね。色すごい入ってる。うん、めちゃくちゃ美味しいですね。そのままでも美味しいですし、あとごまと塩、ごま油と塩がめちゃくちゃ合うんです。結構いいですよね。美味しいですね。でも多分これは焼きより水餃子の方が美味しいかもしれないです、ね。美味しい皮、うん。ありがとうございます。皮が美味しい。もちもちしてる。はい。中の。中のあとなんかこうスープと一緒に出しても、あ、はい、うちのお店だとスープでスープと一緒に出してるんですけど。本当なんか小籠包との間みたいな感じ。そうですね。めちゃくちゃいい。ご飯もすごいね。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。すごい、ここ開くんですね、これ。すごい、面白いですね。ここからあの湯気が出てるんですよ。はいはいはい。丼をこう温めるから。この下で湯気が立ってるので、丼が温まるって考えられてますね。